ボルシア MG 福田師王、欧州一部相手に2ゴールダッシュ。ボルシア MG に所属する福田師王は、現地時間3月21日に行われたベルギー一部 KS オイベントのトレーニングマッチに先発出場。その試合で福田は2ゴールを奪い、そのまま2対0でボルシア MG が勝利している。オイベンが公式戦のベストメンバーに近いメンバーだったなら練習試合とはいえ素晴らしい結果だが、実際はどうだったの？A マッチに出れない人たちの練習試合だからな。相手のオイベンは現在リーグ14位で各国代表選手5人を欠いた状態っぽい。高卒で海外行ってすでにトップチーム昇格してるんだぞ。主力がいなかったとはいえそこで2ゴール。どんだけひねくれてるの？すごいに決まってるやろ。去年の今頃高校を卒業したような選手だぞ。すでにブンデスで3試合？出てるのだけでめちゃくちゃすごいんだから、焦らずにチャンスを少しずつものにしていけばよいと思う。テストマッチとはいえトップチームで2得点はかなりのアピールになったのでは？この調子でしっかり頑張ってほしい。デビューできたのができすぎで焦る必要はない。まずは4部でゴール量産すればいい。ブンデス1部はこれからだけど、ベルギー1部レベルには達しつつあるってことか。もちろん1試合じゃ全てはわからないけど。北朝鮮戦での上田もそうだけど、しっかり前線でボールを収めることができてた。トップならこれできないとってやつやな。どうか焦らずにしてほしい。順調に来ているのは間違いない。むしろこの年齢でわずかでもブンデス1部でトップデビューしてるのがすげえよ。上田と同じタイプ？日本代表の CF 問題を解決してくれることを期待。